い、レオンチャンネルです。 CSM5H ポチっていきましょう。 25,300円はやっぱり流出した値段の通りだったか。これさ、なりきりワールドで展示された時に値段解禁前に間違って値札が置いてあったみたいなことがあり、解禁直後から25,300円らしいですよみたいな話がありましたけど、この辺の武器系もどうしてもじわり高くなってきてるね。理想としてはやっぱり2万円ぐらいで毎度抑えてくれるといいんだけど、ただもうどっちにしろ相当待ったアイテムだからすぐにポチりますよ。てかさ、公式ブログの方での解説とかを待ってたらちょっとポチるのが遅くなっちゃいましたが、まだ全然詳細を見ておりませんでしたので確認しましょう。光り方がさ、カイザーブレイガンの点のような光り方とは全然違うから、また新たな新技術なのかな。セット内容はファイズエッジ本体とミッションメモリークリア素材バージョン、ダイキャストじゃないんだ。でもいいじゃん、なんかデラックス玩具オマージュというか CSM の通常のダイキャストから変わってるのもいいと思います。長さは82センチ、十分大きいんじゃない。なので今回も十分長いと、迫力のあるサイズ感で劇中イメージを再現で、本編の長さバランスからの今回の CSM の長さバランスということで、まあほぼほぼまんまでしょう。あとは今回も CSG じゃなくて CSM を名乗ってるのはベルト連動があるからですよね。他にはレバージャスター、アルミ製、あ、こういうのとかすごいいい。グリップ部分も細かく造形、パワースロットルはダイキャスト製、ここの部分ね。ブレーキ部分だ。レバージャスターはアルミ削り出しで重厚感のある仕上がりに、でアルミ削り出しはディエンドライバーとかでも使われてましたけど、あれがあるとね全然質感変わるのよ。あとはグリップ、ブレード分離とかはさすがにないか。一応それがあるとパラロスっすよね。パラロスの匠からのでブレードニューンって伸びてサイが真っ二つみたいな、ああいうことができるんだけど、まあそもそも本編でも分離してる描写はほとんどないっていうか、これオートバージンのハンドル部分だから、でそこが映ってニュって引き抜くとこの形状になってるっていう。で発光 CSM 解像ブレイガン比に、あー2倍の44灯 LED を搭載、よりムラの少ない鮮やかな発光を実現で、そういうことね。それでカイザーブレイガンの点のような LED 発光から面のような LED 発光になったと。とはいえこんな綺麗にフラットになるんだ。2018年発売だからこの辺ももしかしたらいつかアップデートされるかもしれませんね。とにかくかっこいい。特に個人的にはここのアルミ製とトリガーのダイキャストとか、ここが最高すぎる。音声連動ギミック、単体ギミック、ミッションメモリーを装填し、グリップ付近のスイッチをここか押すことで起動、セリフモードが搭載、セリフモードでは斬撃音に射抜いた組の掛け声が付加されるで一番好きなやつ。無線通信機能、あ、そうだね、やっぱこれで CSM を名乗ってる理由になるというか、ファイズギアから通信を受信しスパークルカットが発動、必殺技の完了タイミングで CSM ファイズギアバージョン2の付属するプロジェクター、あーなるほどね、ブレードから継続するプロジェクターからファイのマークが自動投影。まあこれ実際そんな買った後ちょっと遊んでやんなくなるんだけど、部屋暗くしなきゃいけないし、バージョン2と目打ってますから、やりきるためにこういうギミックがついてると面白いなぁ。これはレビュー時面白そうだな。で、これね、サイが真っ二つの。あとは、あ、そっか、アクセル状態から、ファイズエッジも使ってたが、複数種類の必殺技オン、うん、ファイズフォン、ファイズアクセルから信号を判別可能を、受信する信号の種類により、様々なシチュエーション必殺技が再現可能で、無線通信を行わずに、ファイズエッジ単体で各種必殺技を出すモード、ファイズエッジに収録されている全ての必殺技を、本商品単体で発動することが可能。これや、よかった。これできなかったらちょっとあれみたいな感じで思ったけど、これは救済だね。だって絶対武器だけ欲しいよっていう方もいらっしゃいますし、ドライバーまで買ってたらすごい高くなっちゃうので、実際僕も動画作ってなかったらバージョン2のベルト買うかってとこなので、バージョン1と連動したいならファイズエッジいいかって思ってた人にもこれは救済だね。でディケイドモード、モード切り替えでディケイド20番のファイズエッジの音声に切り替えが可能、まあ効果音変わってるんでしょう。でミッションメモリーが、本商品付属のミッションメモリー、クリア素材バージョンはクリアバージョンのプロップを再現、うん、クリアパーツに塗装を施した専用仕様で、ファイズエッジやファイズフォンに装填可能で、あ、ここも一応劇中準拠なんだ、デラックスオマージュというよりは。
あーやっぱりそうね。これは僕も予想しておりましたが、ネクストファイズのファイズネクスト、このベルトと連動するんじゃないか説あったけど、要は新フォームになっても武器変わってないじゃんみたいな。ってことはこれ通信あるんじゃないのと思ったけど、さらなる連動ギミックがで夢の続きを見せてやるようでパラリゲになっておりますので、やっぱ連動するんでしょう。はい、画像はこんな感じで、まあカイザーブレイガンでその満足度はもう確認済みなので、2018年でもう5年じゃあ僕今ね、目の前にあるよ、目の前にあるよカイザーブレイガン。変形、ほら変形音。分離機能書いてないね。分離ないんだ。グリップとブレード部分の分離。まあ分離描写も映画ぐらいか。じゃあ予約します。はい、レオンチャンネル CSM5H をポチりました。ということで、ポチりました動画からの待ってた情報はこれね。5H に関しての CSM ブログも更新されてますので、船船さんブログ見ていきましょう。てか 5H は TK さんか、 TK さんのブログ見ましょう。まず全長は82センチの大迫力で、カイザーブレイガンと並べた時にこれくらいのスケールですよと。あ、ブレードの長さそんな変わんないか。ここ位置合わせてあるから微妙に長い気がするんだよな。ただスケールに関してはカイザーブレイガンに合わせてありますと。なるほどね。でもほんと光り方綺麗だな。池袋に展示されてる状態のやつってなんか発光がだいぶ強いらしくって、実際の商品は劇中に合わせてもうちょっと発光を抑えるみたいな話もあったはずですが、劇場プロップを見てみると 5H はカイザーブレイガンと等身の部分が同じ形状となっておりますが、 CSM カイザーブレイガンからさらに細かい造形のブラッシュアップを行っており、より劇中のプロップに近づくように形状修正しました。先端部分とかが少し丸みを帯びてる。あ、この辺もマイナーチェンジしてるんだ。結果としてカイザーブレイガンの金型は使わず完全新規造形、新規金型ありがて。また商品の質感も CSM カイザーブレイガンから大幅にアップ。カイザーブレイガンでは黒色部分は全て成型色になっておりましたが、あとね、そう2018年だから裏側にネジ穴があるんですよ。そう、これがね僕気になってて、カイザーブレイガンね、ここはねなくなってるんでしょうネジ穴。カイザーブレイガンもバージョン2待ったなしだな。あと成型色もちょっと光沢感があって、まあ、最近の CSM の質感からすると成型色はいいんだけど、もうちょっと質感確かに最近のやつは上げれるかなっていうのはある。塗装部分はねカイザーブレイガンもすごい質感いいよね。黒部分はほぼ全て半ツヤ黒塗装が施されています。ありがとうございます。 CSM ファイズギア、ファイズアクセルバージョン2の塗装質感に合わせた形です。サイズだけではなく重厚な金属の質感で迫力が感じられるアイテムになっています。こういうところの素材感はマジで所有満足度に関わってくるから、個人的にはかなり熱いなっていう仕様ですね。あとはブレイガンの2倍の LED44 とを2倍にした理由は箱の見え方を改善するため。本商品はムラのない発光で、まあこれもそんな気にならなかったけど、本編的にはこういうフラットな光り方が正解ですからね。なのでより本編準拠になったと。ムラのない発光にするため設計上のポイントとしてはもう1点、それは LED 基板をカイザーブレイガンより奥に配置したことです。LED は手前にあると発光時の粒感が強調されてしまいムラのある発光になってしまいますが、より奥まった位置に配置することで鮮やかな発光を実現しました。カイザーブレイガンは刀身を着脱してブレードモード、ガンモードを再現する仕様のため、刀身側にも独立して電池を入れる必要がありました。そのため電池スペースを確保の観点から LED 基板を奥に配置させることが難しかったという開発背景があります。お、本商品は刀身をグリップから取り外せない仕様にすることで、ああやっぱ書いてあれば刀身内にスペースを確保することができたため LED 基板を奥に配置でき鮮やかな発光を実現しました。で、この辺はここがね分離してる描写はほとんどないので、まあそっちを優先したってことかな。てか書いてあるわ、刀身を取り外したファイズエッジのグリップはパラロスにも登場しましたが、そちらの再現を断念したことで発光に全振りしました。いや、こっちの方がいいと思います。実際そんなね買ってブレード外すことなんてまあまあないんで、僕もカイザーブレイガンも年単位でブレードつけっぱなしだし、 CSM ファイズギアバージョン2との無線通信ギミック、まあ、連動しますよと。それ以外にもパラロスでの災害線や
8話で見られたミッションメモリー、未装填での起動などの再現も開発中、無線通信なしでも全ての遊びが可能。ここ強いっすね。バージョン2をお持ちでない方も収録されている全ての遊びができる仕様にしています。本商品には単独遊びモードが搭載されて、そのモードではバージョン2の無線通信を必要としません。ファイズエッジ側のみでエクシードチャージ以降の必殺技音声一連を鳴らすことができます。でさっき言った通りですね、バージョン1のみをお持ちの方でもファイズエッジの全てを楽しめるようになっています。でディケイドモード搭載、ディケイド本編での戦闘シーンのファイズエッジの音声はファイズ本編とは異なる音が鳴ってましたので、その音を再現と。ミッションメモリークリア素材バージョンが付属。一中に登場するミッションメモリーのプロップには複数のバリエーションが存在し、クリア素材で作られているものそうでないものがあります。 CSM ファイズギアではバージョン1から一貫してダイキャスト製ミッションメモリーにしており、それは物の質感を含めて頑固的な判断でした。本商品は単独遊びを備えていて、これだけ買っても必殺技で遊べる仕様にしているため、ミッションメモリーは改めて付属させる必要がありました。そこで別の価値のあるものにしようとクリア素材バージョンを作成しました。でそしてさらなるギミック CSM ファイズドライバーネクストとの無線連動機能も搭載でしょうね。パラリエのティザービジュアルでもネクストファイズがファイズエッジを持っていましたが、武器として使っているということで連動ギミックも仕込んでいます。また本商品の試作品は現在池袋サンシャインシティのなりきりワードで展示、鮮やかな発光が映える展示となっていますので、ぜひチェックしてみてください。でファイズエッジの情報はここまでか。そしてここからが船瀬さんブログで CSM ファイズドライバーネクスと作品と時期の差はありますが、そうなんすよ、来年、映像作品があるのにもう今の時点で解禁し、で来月もう予約開始なんですよ。昨年ブラックサンデーイベントをきっかけに商品発表を行ったのと同じで、イベントを使ってこのような新しいライダーの取り組みをお披露目していただければと思います。そっか、なりきりワールドに合わせたのか予約開始、まあ、お披露目プラス予約開始しますよと。ただし当然機能の全容を明かすことはいたしません。来年の作品だからね。作品物語のネタバレもございません。作品公開後にベルトの明かされてないギミック情報を追加していく形、またイベント日から予約受付でスタートしますが、当然映画公開以降まで受注期間を設定いたしますので、おお長いね。あれパラリリいつだっけ。来年パラリリがやった後に欲しくなったって言ってプレバンサイト行ったら、いやもう予約受付終了してるやんみたいな、そういうことがないようになってるわけで、クレカ決済もタイミング的にまあ、遅い時期になりますので、ファイズエッジとどっちにしようかなって方はまずエッジを買ってねと。加えてもう言ってしまいますが、 CSM ファイズシリーズの展開は一旦ここで V シネマのファイズを挟んでから残りの展開になります。あ、そうそう、ファイズブラスター大型ドライバースマートバックルはファイズドライバーネクスト以降の発売を予定しておりますので、かなり長い期間をかけて順次商品化していくプランを組んでいます。でじゃあ次の続報は相当先だ。そう思うとサイコドライバーはちょっと早めに差し込めてよかったね。超僕の適当な予想になりますが、2024年カミングスーンだからパラダイスリゲイドをまず、これ映画上映するよね、来年の春休みぐらいに3月とかに上映して、10月からそのあたりまで予約を受け付けして、で4月ぐらいに予約受け付けが終わりで、半年、まあ、5ヶ月ぐらいか。じゃあ1年後だ。8月に、僕のガバガバ予想ですよ。8月に、ネクスト、ファイズネクストのドライバーが届き、そっからオーガドライバー。なんで、今の時期ぐらいにオーガドライバーとか、ファイズブラスターとか続報が順次来るんじゃないのって感じかな、読み取ると。だからまずは、一旦ファイズネクストのドライバーが終わるまでは、次の情報解禁はなさそうですと。ファイズギア、ファイズアクセルバージョン2の続報を、本商品の発送タイミングについては今しばらくお待ちください。あれ伸びてるんだっけ、到着。実は延期の要因に、あ、伸びてるんだ、もう気にしてなかったわもう次々プレバンアイテムが到着するからさ。てか僕まだ日本版の暗黒剣クレーム呆れてないんですよ。もう早く開けたいんだけどさ。てか、まあ、ディアダリンガーすら呆れてないんですよ。なんでかっていうと、ちょっとここで言い訳すると、もう今既存の手元にあるあらゆる商品の満足度が高く、ギアトリンガーのメモリアル版とか僕超気に入ってて、で大聖剣とかさ、あとタイタンソードとかもめっちゃ触ってるし、なんなら最近ブレイドが20周年で盛り上がってるから、またブレイドのアイテム持ってきてブレイドで遊んでたりとかさ、
もう手元にあるおもちゃでめっちゃ長期間満足できるみたいなのになってるから、シンジのメモリアル版とかすげえでかいアイテムにちょっとまだ手が届いてないんだよね。まあファイトギアに関してもバージョン1でね十分遊べるし、延期とか全然気になってなかったわ。ファイズドライバーネクストと本商品の属するファイズショットポインタープロジェクターとの、どういうこと？ファイズドライバーネクストとショットポインタープロジェクターとの無線通信ギミックが決定というポジティブな理由がありまして、じゃあ使うってこと？パラリエで、パラリエのさ、ファイズネクスト、ネクストファイズか、武装ついてないんですよ。ベルトにさ武装ついてないからどうすんだろうと思ったら、スマホのタッチパネルやるとナノマシン的な感じでこう出現するみたいな、そういう新技術とかになってんのかな。全体で楽しんでいただく仕掛けを盛り込みました。ティザーでファイズエッジを持ってるということは、ファイズショットなども当然使うことができるわけですね。その調整も含めて CSM ファイズシリーズ全体開発に取り組んでおります。発売延期となりましたが、その先でより末永く楽しめるようにしておりますですって。あ、どれくらい延期したんだろう。バージョン2の続報も来ており、あ、もう説明書公開してんだ。でもバージョン2について、ここからはあれか、ドライバーの話か、てかギアセットの話かになりますので、またこれは別で確認しましょう。ということで、何もなくてももうファイズギアポチりましたので、あとは到着を待つばかりでございます。実際いろいろ所有してる僕からすると、ベルト連動そんな1年目はやるかもしれないけど、2年目以降もう単体でカチャ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 触るようになるので、単体で完結してるのはマジで嬉しい。ファイズドライバー、ファイズギア持ってない人にお勧めできるかな。デカブキ何かデビューしたかったんですよっていう人は今ここだと思う。このリンクを貼っておきます。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。